システムチェックしろ。短波受信機よし。 ESM 簡易受信機も作動しました。スエズに近づいたら指向性アンテナでイスマイリアに通信を試みろ。それまでは無線封鎖だ。了解キャプテン。トゥームストーンからは何かあったか。何も。ビーコンのかすかな痕跡も見当たりません。ここで死ぬのか。協力し合えば生き残れる。私が運転しようか。ねえ、俺なら大丈夫だ。ハンナ、今そっちに行く。食事も睡眠もなしじゃ長くは持たない。あなたの後ろを。どうしていいのか。本当に大丈夫？私が運転しようか。それだけは無理だな、ハンナ。どうしてあなたは信用してくれないの？勘弁しろよ。お前のことは何も知らねえ。忠誠心のかけらもねえだろ。あなたには分からない。そうか、試してみろ。私は両親や家族みんなに会わせたくてジンジを連れて行った。彼らに希望を与えたかった。次の日、チャンの兵士がやってきて皆殺しにされた。村を焼き払われてしまう。減速して。そうか、俺が知らなかったって言う番だな。俺が終わるか。やっと信頼を勝ち取れた。どうなってやがる。ここか。ロシア人よ。見られたと思うか。じっとしていれば大丈夫。どこが大丈夫なんだ。脱出しようとしてるのに奴らうじゃうじゃいる。静かにしろ。急げ。ほら、行け。早く行くぞ。大丈夫か。カメラとセンサーはどうだ。問題ない。あと3分だ。ここは何？監視所なの？ああ、じゃあ行くぞ。移動だ。お前らバレるところだったぞ。その頭は海兵だな。トゥームストーン分隊、第7艦隊。ああ、出身は？ブルックリンのイーストフラットブッシュ。高校はティルデンか。GWH だ。ウェスティングハウス。あ、マジかよ。弟と同じだ。親父の店もブラウンズにある。こいつらは？レッカーは分隊長。彼女は中国の諜報員だが悪い奴じゃない。空軍基地への行き方は？さあな、冗談だろ。お前らの相手を教えてやる。ワンサーといるロシア軍だ。俺たちは基地を失い旧市街に撤退した。西への移動手段がいる。あなたの上官はどこ？旧市街にいるよ。1キロ東だ。ブルードームを目指しグリーンランド少佐を探せばいい。すぐわかるよ。おい、グリーンランド少佐に連絡しておいてくれ。イエスサー。脱出路はこれだけ。そうだな。ロシア軍に取られちゃまずいものでも残してるのか。積み荷は泥くらいだな。レッカーだよな。モリナーズホットポケッツが親父の店だ。うまいチキンが食えるぜ。お前らみんなで行ってくれよ。よし海兵、何も残さず移動するぞ。全部燃やせ。あっちで一番うまいチキンの店だと。腹減ったな。旧市街までいくつも敵陣があるってのに。
ャン場所を
か。旧市街を橋の向こう行きましょう。トリエラー様入れてくれるか。トゥームストーンだな。支援に感謝する。いいってことよ。お互い様だ。ゲートはクリアだ。トゥームストーン、グリーンランド少佐がお待ちだ。よう、会えて嬉しいよ。ここに来るまで視線をくぐったようだ。さあ、腹減って。いや、そうは思わない。はあ？何？オーケー、分かった。貴様の都合なんて関係ない。言った通りやれ。こっちはもう3日も食べてないんだぞ。トゥームストーンか？はい、そうです。ロシア軍が戻ってくるまでに全員に食事を取らせたい。レーションをこちらに送れと言っているんだ。ああ、そうだ、蛍光色でいい。よし、かかれ。少佐、お前、彼に続け。あいつがクリーンランドだ。行こうぜ、レッカ。なぜまだここにいる？手短に言えば敵陣に阻まれ進めません。船に戻りたいんです。船に乗りたきゃチケットを買うんだな。 USS バルキリーです。現在は航海付近でしょ。乗り遅れようが知ったことか。私のコーヒーは少佐、西への移動手段が不可欠なんです。3日前ロシアに飛行場を吸収された。地上部隊も近づいている。供給線は断たれ兵力も圧倒されている。今不可欠と言われてもこちらの知ったことじゃないな。それおけ、大惨事になるぞ。ロシアの対空戦力は鉄壁だ。移動式サムがダムの下をカバーしているからな。ダムの下にサムがある。そして私たちは高台にいる。部隊も全て高台に。飛行場までも。民間人たちは避難済みだ。軍曹、民間人はいない。そうだ、町は空っぽ。一体何が言いたい？特に意味はありません、少佐。助けていただけないことは残念ですが、この爆薬を喜んで運ばせていただきます。乗り物さえあれば。足なら外にある。だが必ず返すんだぞ。連携を取る必要があるなら無線も持っていくといい。全員分だ。言っておくが、私は成功報告以外何も聞きたくない。成功したら西に送ろう。ありがとうございます。爆薬に注意して運転する。いい計画かは分からないけど。間違いなく過去最悪の計画だな。やるしかない。移動には少し時間がかかる。レッカ、ひどい顔してるな。少し眠った方がいい。ダムに近づいたら起こしてやる。アイリッシュ。何？家にいるって言ってた人たちだけど、誰の？レオンの子供だ。あー、くそったれ。ええ、これは大きい。爆薬は十分だと思う？配置を間違えなきゃな。見えるか？中央が弱点だな。最初の爆薬はあそこに設置しよう。工学の学位を持ってるの？お前が医療の学位を持ってるようにな。確かに医療の学位は持ってるけど、まあそれはどうでもいいか。本当に確かなの？内部から破壊してやる。用意はいい？
っから来やがった。レッカー気をつけて、待て、偵察しましょう。どこもロシア軍だらけ。Thank you.
ヤンキよし、クリア。私たちは最初の設置点の真上にいるはず。レッカー、ここにエレベーターがあるぞ。しかし大したもんだな、ハンナ。普通護衛官ってのは戦闘能力は求められないはずだが。やるしかなかっただけ、アイリッシュ。なあ、土壇場どころじゃない窮地がたくさんあったはずだろ。だが、お前は乗り越えてきた。秘密探偵は無敵ってことだな。いいえ、身についたものは消えないだけ。そうらしい。ずっと人事への警護をしてきたわけじゃない。志願して編入させてもらったの。どこから？残念、アイリッシュ。女の秘密はここまで。あなたもトゥームストーンのことを全部は教えてくれなかったし。確かにな。真面目な話、チャンは滝で、あなたと私は同じ側にいる。全てが解決したら、もちろん勝利するのは私たちだと信じているけど、祖国は私を必要とするはず。私は本当の自分を忘れるわけにはいかない。聞いてるぜ、ハンナ。クソ、どうなってる？電気で電力を切られた。クソ、出るぞ。ゴーゴーゴー。爆薬を仕掛けないと。ここにか。よし、援護は任せろ。クソ、来やがった。ハンナ、急げ。彼女を守れ。あいつらを始末しろ。祈って。
まったくよ、海兵隊はずぶ濡れ大歓迎ってな。私がアイリッシュを引きずり出した。それはもう言わないでくれ、ハンナ。まったく、なんてあくん、アイリッシュって呼ばれるわけだ。そうだな。レッカー行くぞ。さあ、レッカー、ここを離れましょう。こっち、あれがクリーンなの？だろうな、あいつには貸しがあるからな。行くぞ、レッカー。対空兵器は停止した。これでスカイブリッジが使える。少佐、送っていただく件は手配しよう。西へ運べばいいんだったよな。準備が整うまで2分待て。時間がないぞ、早くしろ。USS バルキリーがスエズ運河に向かっています。心配ない、スエズへは行ける。船がそこにいるなら猫の手も借りたいことだろう。それは一体どういう意味だ。口の利き方に気をつけろ。中国軍がスエズ運河北部を抑えた。だが必ず取り戻す。バルキリーはクソダメにいるんだ。グッドラック。ありがとうございます。いいや、礼を言うのはこっちだ。出してやれ。もしチャンが運河を制圧したらチンジェイは奴の手に落ちる。船に戻らない。俺死んでた方がマシだったぜ。大丈夫アイリッシュ。名前の由来はスコッチ。3年も飲んでないぜ、アンナ。ノートルダムに行ったから。いや、アンナ、アイリッシュってな、呼ばれてるな。